さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アイレディースクリニック、赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三里にあります産婦人科アイレディースクリニックの提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組です。この番組は宜野湾市喜生名宜野湾でヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私田辺由紀がお送りしています。担当の能見あずささんが産休のため FM 宜野湾の由紀がお送りしております。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントも募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾ではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスもやっております。お気軽につぶやいてください。さて、この番組の最後の方ではあずささん産休ですがどんな調子でしょうか、気になりますので電話もつなげたいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは最初のコーナーです。アイレディースクリニックの協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。ではまず一人目は匿名希望さんです。スタッフさんの応援する声から始まります。無事に出産し、ママが出てきた赤ちゃんを見て感動しているようです。元気よく泣き声が聞こえ、喜びの中へそのをカットです。それではお聞きください。女の子の出産のシーンです。出てきましたよ、もう出てきてますよ。あ、赤ちゃん出てきてますよ。見える見える、うん、頑張ろう頑張ろう、もう出てきてるよ。あ、出てきた。あ、おめでとうございます。38分です。はい、とっても元気な産声でしたね。力強い。これだけ元気に泣いてくれたらね、一安心ですね、ママもね。はい。いや、最初ね、あ、出てきたって、ね、ああいう率直な感想がね、お母さんの口から出ていましたけどもね、もうこういう状況では本当に素直な言葉が出るんでしょうね。そんな感じが伝わってきました。おめでとうございます。匿名希望、女の子の出産シーンでした。続いても匿名希望さんです。こちらも女の子の出産シーンです。院長先生が出ておいでと声をかけると、
赤ちゃんが元気な泣き声を聞かせてくれました。出産音声のみとなっていますが、勢いのいい泣き声が印象的です。それではお聞きください。出ておいで。聞こえた。よしね。ありがとうございます。12分です。女の子ね、どうぞ聞こえてる。おめでとうございます。はい、はい、こちらも元気なね、赤ちゃんの泣き声でしたね。勢いがありましたね。はい。いやね、こんなに元気に泣くんですね。いやいやいや、本当に、こう、あ、もうこの子大丈夫だわ、元気に生まれてきたわって本当にわかるのでね、一安心されたでしょうね。はい、おめでとうございました。それでは最後に3人目は、匿名希望さん。今度は男の子の出産シーンです。無事に出産し、赤ちゃんとの握手。ママが可愛いと愛おしそうです。立ち会っているパパの優しい微笑みも目に浮かびます。元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん。そしてへそのをカットです。コメントはママとおばあちゃんです。それではお聞きください。手出してごらん。はい。おいでよ。はい、では。はい。じゃあ少しずつでいいよ。3、4回ぐらい分けてチョキチョキチョキで。そうそう、ペコバと一緒。よし、オッケー。チンチン大丈夫、大丈夫ですよ。はい、うん、これからも家族3人で頑張ろうね。これからのコウの成長を楽しみにしています。コウくん、これからいっぱい遊ぼうね。はい、途中少し音声が乱れてしまいました。失礼しました。ね、お母さんの生まれてからの可愛いっていうね、叫び声に似たね、感想ですけども、本当に見た瞬間可愛かったんでしょうね。今までお腹の中にずっといて、姿を目で見たことがなくて、そして初めて対面してね、可愛かったんでしょうね。本当に伝わってきました。そしてまた赤ちゃんもね、元気に、このね、今日は3人ともとっても元気に泣いてましたね。そしてへそのカット、結構リアルにね、その風景が浮かんできますね。チョキチョキチョキ、少しずつだよって言ってね。ああね、そのカットとかしたことないんでね、どんな感じなんでしょうかね。はいはい、ね、出産後のちょっと落ち着いてからのコメントもね、皆さん温かくて、はい、とても良かったです。幸せな家族を作っていってくださいね。おめでとうございます。それでは、3人の最初、匿名希望の女の子さん、匿名希望さん、2人目も匿名希望さんの女の子、そして3人目も匿名希望さんの男の子の出産シーンをお届けしました。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。愛レディースクリニック、愛レディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは、皆さんのお産に関する思い出、
また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしました。それでは次は CM を挟んで教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our musicOur entertainment has begun. What is our time? Our death? Know ourselves. Hello, everyone. Our email.教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産についてお話を伺い、上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回は出産する時間についてお話を伺いました。出産する時に行うという鋭陰切開についてもお話しいただきました。それではお聞きください。時間について、出産する時間、この鋭陰切開を極力しないってさっきおっしゃっていたんですけれども、そうですね、初産でもね、もちろん赤ちゃん危険な状況で急いで出さなくちゃいけなかったらね、この赤ちゃん通り道やっぱ切らなくちゃいけない時はあるけれども、僕のところは基本的に助産師たちに任せてね、できるだけ初産、初めての産であっても鋭陰は切らない、ね、まあ結構いい腕してるからね、助産師たちも頑張ってね、ほとんど切れないでね、切れてもかすり傷とかね、初産であってもよ、あんまちょっとピンとこない、初産であってもっていうのは、はい、はい、そして鋭陰切開っていうのはピンとこないです、赤ちゃんってさ、1回産むと通り道記憶されてるから、2人目は1人目よりお産早いって言うでしょ。それ、ね、あ、はいはいはい、それはもう通り道がきちんとまた同じ状態になってくれるから。でも1回目はさ、あんなでっかい赤ちゃんがあそこ通ってくるんだから、相当ね時間もかかるし、要は時間かけて伸ばさないとね、おしもっていうのはさ、やっぱ出てくる時に切れちゃうわけよね、だからそこからうまくね、切れないで産むためには、じっくりとお母ちゃんでくるのを待ってあげるとね、待ってくれるのは助産師さんたちだけどね、僕はもう最後の方に来て、まあ、このね助産師さんに切るって言ったら「NO」って言われたら「分かった待つ」ってね、そういうふうな目でこうねアイコンタクトしながら、先生ちょっともう無理、切ってって言われたら、じゃあゴミだけちょきっと切ってね、5ミリっていうのはめっちゃ少ないね、普通は 2,3 センチボンと切るからね、おしもをね、だから痛みを伴う、やっぱり痛みは感じるんですか。もう陣痛の痛い時に切るから、どっちの痛みかわけわかんないから、それは大丈夫、お母さんは大丈夫だけどね、でもまあ傷がない方がね、やっぱりほらお産後みんなお尻いたたたたってこう座りながらご飯食べるんだけど、それがないからね、スタスタ歩けるからね、まあそういうね、できるだけうまくいってるよね、うちはね。まあね、要は切った方がね早く赤ちゃん生まれるからね、まあ言い方悪いけど早い方がそれは楽っちゃ楽だけどさ、まあ でもね、それは患者さんには関係ないからね、だから僕はね、お産の時はね、
早く僕を呼んで先生を産ですよって呼んで生まれるまで待つのはいいけども、うん、間に合わない俺が呼ばれてもうすぐ生まれるようなお産したら俺助産師さん怒るのよ、なんでお前もっと早く呼ばないんだってね、あーはー、ね、あうん、僕はそういうタイプね、待つ分には全然構わない、ね、へ、うん、待ってあげた方が患者さんにもいいしね、うんうん、まあまあ、通常はね早く呼ぶなって怒られるらしいんだけどさ、うん、助産師さんはね、うん、でも僕はじっくり待ってあげていいと思うね、うん、この時間っていうのは、うん、短い長いっていうのは人それぞれよね、やっぱりね、うん、やっぱり安産の家庭は安産の人やっぱ多いし、うん、だから僕も最近ね、お母さんどうだったか聞いてみてとかね、うん、やっぱお母さんがね、ちょっと大変なお産だとちょっと注意してこの子もそうかもなとかね、やっぱりね、うん、そうなるんですね、うん、骨盤の形はさ、外から見た形とまたお腹じゃ違うからね、だからあ、そうなんだ、うん、ね、お尻が大きいからって言って絶対安産と限らないしね、へえ、安産型ねとかみんなよくね人に言うけどさ、でもそれはまた別問題、今のねやっぱ若い人たちちょっと僕らの親の時代と違ってね、赤ちゃん通り道ちょっとやっぱりね狭いみたいだからね、そうなんですね、うん、そうそう、へえ、うん、まあでもね、まあだから昔は僕らの親はね3500とか3600とか別にポン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 産んでたけれども、うん、今の子たちはやっぱりまあでも3000はあってほしいね、まあ3500600は結構きついかなって感じですよね、今私3500600パターンですね、本当3800ぐらいあったかもしれんぐらい、うん、お母さん大変だったね、大変だった、生まれた時めっちゃ笑ってたって言ってましたけど、あ、そうなんですね、遠因切開初めて聞きましたけれども、うん、そういうこともあるっていうことで、はい、どうもありがとうございました、はい、教えて北条先生、今日は遠因切開の話ねお伺いしました。出産って不思議ですよね、もう体がねそういう風にもう自然にできてるんですね、もうあんなに大きい赤ちゃんが生まれてこれるっていうのがもう本当に神秘ですよね。でもうちょっとどうしてもちょっと出にくいっていう場合は遠因切開するということですけど、なるべくはもう5ミリとかね、普通は 2,3 センチ切るけどっていうお話ですけどね。いやーすごい、やっぱりそういうのも技術なんですね、腕の問題なんですね、普通だったら自然に切らなくても生まれるっていうことですね。そうですよね、普通に考えて切ったら後がね痛いですもんね、後自然の分娩ですけど、切るっていうことはね、その部分痛むということなので、後のことを考えるとね、やっぱり自然に切らない方がいいですよね。はい、そんなお話をお伺いしました。このコーナーではリスナーさんからインタビューの際に北条先生に聞いてほしいことを募集しています。アドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。以上、教えて北条先生のコーナーでした。それではメッセージ届いていますので、読んでいきたいと思います。マミさんから、はじめまして、今不妊治療にちょっと疲れたので休憩中なんですが、赤ちゃんがやっぱり欲しいなと思いました。ああ、そういう方が聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。赤ちゃんの誕生は素晴らしいですね。私も頑張ります。ということで、ありがとうございます。本当にね、出産のシーンの音っていうのは普段ね、聞くことがないのでね、これを聞くとまたそういう気持ちをね、思い出しますよね。こういうね、まあ、頑張りすぎずに、まあね、自然にしてると、うまくいい方向に行くんじゃないかな。マミさん、頑張ってくださいね。ありがとうございます。続いてブルーハワイさんです。今日はとっても威勢のいい赤ちゃんばかりですね。いつにも増して元気をいただきました。あ、本当ですよね、生まれてすぐにあんなに力強くね泣けるんですよね。いい感じでしたね。はい、ありがとうございます。続いて失礼しました、かなえさんからです。おはようございます。赤ちゃんの生まれる瞬間って本当に、感動的。うちは2人のやんちゃ坊主がいるけど、そんなだったなと思い出します。もう1人欲しいなと思っているこの頃、パパに行ってみようかな、てれ
ってことで。二人は出産されてるんですね、かなえさんは。やっぱりでもね、なんか忘れるって言いますからね。産んで大変だったのって、なんか意外と忘れるらしくてね。だから二人産んでてももうね、やっぱりこの音聞くと、あ、何だったんだなって思い出されたんでしょうね、きっとね。はい。ぜひ三人目、パパに行ってみてください。ありがとうございます。なんか幸せなメッセージありがとうございます。それでは、ちょっと時間がもう少しあるので、産休中のあずささんに、能見あずささんに電話してみましょう。つながるかな？もしかして生まれてたらどうしよう。今呼び出しております。もしもーし。あれ？聞こえない。もしもーし。もしもーし。あれ？つながってるみたいだけど聞こえないな。あ、なんでかな？聞こえ、あれ？ちょっと電話が、どうしたら大きくなるのかな？ああ、ちょっと一回切りますね。あれ？何かな？あ、線が抜けてる。ちょっと待って。線が抜けてました。ごめんなさい。はい。あ、おっと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 。汗汗。あ、時間がなくなるぞ。今電話しております。はいはいはい。えいっと。次は大丈夫でしょう。あずささんはどんな様子ですかね。撮ってくれるかな。もしもし。あ、もしもし、間違えました。ごめん、失礼しました。ごめんなさい。ちょっと後でごめんなさい。いやー、ちょっと焦りすぎ。うんうんうん。で、はい。この間どうしたらいいでしょうか。今、プッシュしております。もう、焦りすぎて間違え電話をしてしまいました。はい。かかるかな？もしもーし。あずささん、おはようございます。聞いてましたよ。大丈夫。さ電話間違ってかけて、はいはい。もう男性だからびっくりしました。はい、あずです。おはようございます。おはようございます。ってことは、まだ生まれてない？生まれてないです。ああ、そうですか。予定日まであと1週間、ね。1週間。はいはいはい。はい、どんなですか？でもこの1週間で、だんだんこう、お産に向かってる兆候が出てきましたよ。はいはい。例えば。なんか先週は全然まだ下がってきてない感じだったんですけど、はい、だんだんなんかこう赤ちゃんが、なんていうんですか？お腹の下の方に向かってるような、動きをしたり、うん、はい。あとは、だいたいいつも横になってるんですけど、お腹の中で。はい。夜中気づいたらよく動くなと思ったら、こう、お腹の中で縦に、はい。骨盤にはまっていくような動きになってたりとか。こんなのわかるんですか？やっぱりでも二人目だからですかね。へー。なんか一人目と違って動きもなんかその張ってる感じとかもよくわかるから面白いです。はい、へー。うわー、じゃあずっといよいよな感じですね。ね、あと一週間内には生まれるんじゃないかなと。はい。そうですか。じゃあもう準備は万端ですか？そうですね。もうちょっとかな。うん、結構二人目は。今回は。うん、そう、余裕ぶっこいてるから。一応でも、もうちょっと詰めれば、うん、まあ、いつでも病院に行けるような状態だから。そうなんです。はいはい。なんか他に具合は大丈夫ですか？お母さんの、あずささんの。あ、もう全然、うん、だいぶご飯が入るようになってきて。お、最後。ランチに行ったりまだしてます。あ、じゃあ胃の方が空いてきたってことですか？こう。そうです ね。うん。もう子供が下がってくるから、はい、なんかすぐお腹が空くようになりました。へえ。そうなんですね。じゃあもうだいぶ下がってきてるってことですね。じゃあ。はい。へえ。もうあとはじゃあいつ陣痛が来るか、お尻とかが来るかが、うん、ドキドキな時間になってきました。こっちもドキドキします。ねえ、病院に行く前には連絡入れるから。わかりました。来週どうなってるかがまた楽しみです。ね、来週が楽しみですね。わあ、ね、どうでしょうか。来週は生まれているんでしょうか。この時間にね、お伝えできるんでしょうか。個人的には生まれていてほしいなっていうのが希望だから。はい。
産後直後だったらまた面白いですね。そうですね。まあどっちにしろすごい時期だと思うので、この1週間ね。昨日生まれましたとかね。ね。ね、この1週間じゃ大事に過ごされてくださいね。はい。はい。生まれる前の最後の楽しみをいろいろやり終わって、はい。頑張って産みたいと思います。はい、わかりました。じゃあ電話ありがとうございました。はい、じゃあバイバイ。はい、バイバイ。はい、あずささん、もういよいよな感じで電話つながってよかったです。間違い電話やっちゃった。ああ、そうなんですね。一週間前となるとお腹がもう空いてくるんですね。はい、いろんなことがわかります。では、そろそろお時間となりました。赤ちゃんいらっしゃい。このコーナーは赤ちゃんいらっしゃい。アイレディースクリニックの提供でお送りしました。